マジックです。今日私は千代田線に乗って二重橋前に来ました。二重橋前かっこ丸の内。私は小学校の頃から千代田線で通学をしていたから、千代田線とはね結構長い付き合いなんだけど、2018年にね二重橋前駅にかっこ丸の内がついた時ちょっとびっくりしたもう本当にねこのエリアがねすごい好きなの。この丸の内エリア、すぐそこには東京駅が。今日はずっと行きたかったところに行きます。では GO。 よし、あ、見えてきた。あれ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 だよ、皇居外苑エリアですね。うん、いいね。こう東京のど真ん中だけどね、皇居があるから自然があふれています。あそこ、皇居の向こう側は赤坂方面ですね。あの辺、ここをずーっと行くと東京駅だね。あ、近づいてきました。近づいてきました。あそこ、じゃーん、ここだよん。はい、ここは私がずっと来たかった皇居外苑小田倉噴水公園のスタバです。ここは2021年にオープンしました。なんかね、エコーがテーマになってるみたいです。お友達を待たせてしまっちゃってる。え、カレンちゃん？あー、ごめんね、お待たせ。It's okay, I saw you right there. I was watching. はい。じゃあちょっとカレンちゃんの正直なね、レビューね。美味しいんだけど、うん、薄い。薄い。甘さが薄いって感じかな。これエスプレッソだからかも、もしかしたら。コーヒーだからかもしれない。フラペチーノとかだったら甘いかも。和三盆フラペチーノ。うん、じゃん、頼んでみました、和三盆のフラペチーノ。ブレービーミルクに変更してキャラメルソースをかけてもらいました。じゃあちょっと先にカレンちゃん飲んでみて。私？うん、比べてみてもう should be sweet じゃん絶対甘いよこれ。そう、いただきます。どう？なんかもうめっちゃちょうどいい、全然違う。あ、ほんと？こっちの方が美味しいあ、でもね、多分これもね、うん、甘くしたらいいかも、これ多分ミルクかもね。うん、そうかも。ミルクの甘さがあるかも。ブレベミルク、うん、アーモンドじゃないんだよね。そう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 、うん、美味しい。うん、甘いよ。甘いよねやっぱ私さ、カスタマイズの天才だよね、うん、した方がいいね。美味しいね。上にね、アーモンドのこれもかかってるんだよね。それ最初から？
最初からフラペチーノがいいわ。でもこのキャラメルソースは頼んだ、うん、これがカスタマイズブレでキャラメルソース、ちょっとね氷少なめ。なるほどね、氷少なめの方が、うん、濃くなるね。そうなの、なんか私飲むのが遅いからね、うん、なんかすぐね水になっちゃう。はいはい、これがね水っぽくなる、すぐ水になっちゃうの。外で飲むのが気持ちいいよね。そうね、ここほんとこのねテラス席ほんと最高。なんか踊ってる人がいるね楽しそう。なんかテラス席が広々としてるから海外に来たみたい。椅子のさ、うん、この後ろのとこが広すぎてこれ寝っ転がれる。そうそうそうなんかね店内の中もなんか木がさ、うん、なんかおしゃれだよね。おしゃれ、なんか私はそこに似てると思った。福岡のダサイフ、そうダサイフのスタバに似てると思った。ダサイフより空間広いよね。そうかもね。うんうんうん、すごい。あとなんか無料休憩所もそこにあるし。うん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 。いいねいいね。私やっぱねこういう水があるところがね。好きっていうか自分のパワースポットがこういう水があるところ、水の音がする。水なんだ。そうなの、なんかだからね柏の葉とかも好きなんだよね。川川池とか、あとは去年行ってよかったのが富山のスタバ淡水公園の、あなんか上のところ、あそうちょっと丘っぽくなってて、うん、そうそこもよかった。皇居外苑和田倉噴水公園店、初めて来たけどすごい良かった。なんか海外にいるみたいな開放感。また素敵なスタバどんどん発掘したいと思います。